ごきげんよう。本日もこの画質の悪い動画を開いてくれた人ありがとうございます。より今日は悪い気がするちょっとピントずれてんな。でハイスピー全く覚えてないんだよね。 BPM180 でしょ、 2.25 か 2.5 かっていう感じです。75ではないですね。確実に小節線のこの感覚を見てハイスピー分かる人は分かると思うんですけど、いたら教えて。でこちらの動画また去年の10月に撮ったやつですまだストックあるんかって思うしょ。結構何回か PFC を出すために頑張ってたんだけど、一箇所だけどうしても安定しないところがあったので、そこだけのためにミラーをかけました。ここ今のとこです。不思議とこの時はね、正規譜面だと全然いけなかったのよ。今ミラーだったら一旦左上に押してから右下に引く動きだったでしょ。引く動きってやりづらいはずなんだけどね。でこれ以降私はたまにこの曲やるとき普通に正規でやってるんだけど、特に踏みづらいと思うこともなく、なんだろうね、この時の私には何か変な癖がついてたらしいです。でもたまにそういうことあるよね。なんか最近この形踏めないなみたいなこと、大体の人はあるんじゃないかなって思います。スライドすんな、ちゃんとひねれ今んとこめっちゃスライドしてたじゃんそして最後に1個だけちょっと怖い塊が来て、一番最後、これも怖い。最後の最後に怖い瞬間が2回も来る。結構精神的にきついわこれは。この曲自体結構判定が優しめというおかげもあって、私的にはダブルの15でパフェ25っていうのはかなり少ない方です。頑張っただけのことはありました。やったね。